京都千代田区飯田橋にあったホテル。パレスホテルチェーンの一つとして運営されていたが、2021年6月30日で営業を終了した。ワールドホテルズに加盟。1973年、日本建設業連合会による第14回 BCS 賞を受賞。1969年12月、首都圏における国際ホテルの増設を望む声を、 背景に、パレスホテルは、東京、九段下に約7800平方メートルの土地を取得し、創立10周年を迎えることを機に、姉妹ホテルの建設に踏み切ることを決定。パレスホテルを中心に、阪急グループ、富士銀行、三和銀行などの出資により、資本金5億円で運営会社となる、ホテルグランドパレスを設立し、ホテルの建設に着手。 1972年2月20日に開業した。開業時の日本経済は、ニクソンショックや円切り上げなどによる景気低迷を払拭できず、加えて1973年末からのオイルショックによる世界的不況にも直面していた。このため、グランドパレスの業績も当初伸び悩んだ。しかし、増資や借入金利の軽減など株主や、 金融機関からの強力な手こ入れや、全社一丸による、経営努力、景況の回復といった、所要因によって業績は徐々に好転に向かい、1977年頃には、陶器利益を出すまでに至った。地下5階、地上24階建ての高層建築物であるホテルは、22階に位置する、スイートルーム4室を含め客室は、全458室。 7つのレストランバー、大中小の宴会場20カ所、ウェディングチャペル、神前式場、テナント等で構成される。日本プロ野球のドラフト会議の会場として長く知られており、1976年から1988年までの13回と、1996年度の計14回にわたり会場として使用された。 また、プロボクシング世界タイトルマッチが、東京近辺で開催される際には、選手記者会見など、関連行事が、グランドパレスで開催されるのが恒例であり、ボクシング関係者御用達のホテルでもあった。2021年2月9日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、過去に類を見ない、経営環境に陥っていること、また今後、老朽化している、 施設の改修も重荷となることを踏まえ、6月30日をもって営業を終了した。運営会社は何らかの形で存続させることも視野に検討していると報じられていた。その後、ホテルグランドパレスと三菱地所及び子会社の三菱地所レジデンス並びに、阪急阪神武道産東方の5社は、2021年9月22日、 ホテルグランドパレスの跡地の有効活用の計画に関する基本協定書を締結。さらに、三菱地所他3社が、ホテルグランドパレスの跡地の一部を取得し、ホテルグランドパレスと共同で複合ビルを建設する、方針を明らかにした。これに伴い、幹事会社を務める三菱地所は10月1日付で、コマーシャル不動産事業グループのプロジェクト、 開発部内に専属チームである球団開発室を設置した。ありがとうございます。